龍が如くプレゼンツ帰ってきた神室町レディオステーション。龍が如く桐生一馬役黒田孝也です。龍が如く真島五郎役宇垣です。龍が如くシナリオ演出担当横山正義です。龍が如く PR 担当瀬川渡です。この帰ってきた神室町レディオステーションは龍が如くの極秘情報とリスナーの皆さんの投稿を発信していく番組です。今回も前回同様ゲストに横山さんを迎え真島特集をお送りしたいと思います。懐かしいな、入りでね、ちょっと緊張しましたよ、久々だったから。そうですね、でオープニング頭から、ね、前と同じ声が出せるかなと思ってね同じでしたね、まあでも宇垣さんはもう早速真島特集行ってほしいと思ってると思いますが、そうですよ、せっかく横山巨匠が来てますんで、あの前回ちょっと言ったあの龍が如くモバイルゴーグリーというのをシナリオを担当してるのは横山担当してますよと言ったので、ちょっとその触りというかですね、シナリオについてちょっと横山さんに聞いてみたいなと思っております。これでずっと最後までいきましょう。いやいや、ちょっと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 ね、触りだけで巻きでお願いします。龍モバか、龍モバ、龍モバイル、龍が如くモバイルってあの携帯でできるやつでなんですけど、ちょっともう絵とかねすでに出てると思うんですけど、二等身みたいなこうデフォルメしたキャラで可愛いんですよ、可愛いからですね、真島とかもみんななんですけど、あんなのでまあやってくれるから最初なんかこう笑えるストーリーとか、ちょっと可愛い感じのストーリーとか、そのまあまさにパラレルワールド的なストーリーとかいろいろあると思うんですよ。なんですけど結構ねガチンコのストーリーになってしまいました。あ、そうなんだ。あ、なべさん知らない、まだ知らない、まだ俺かなりハードボイルド。あ、そうなんだ、うん、あ、まあ確かにファニーな設定はあるんですけど、うん、あのちゃんと時間軸も龍が如く2と3の間の話なんですよ。龍が如く2の時に何だろう、こう近江連合と戦って龍二、うん、と戦ってから1年ちょっと空くじゃないですか。空きますね、1年半ぐらい空くのかな、うん、あれ確か12月から次の年の3月になるはずだから1年4ヶ月ぐらい空くんですけど、うん、あ、もっとかな、剣山が挟むからね、そうなんですけど、龍が如く3のちょっと前ぐらいの設定です、時間軸的に言うと。なるほど。だから、神田とか浜崎とか、うん、峰とかいたじゃないですか、はいはい、あと、まあ、真島もいるんですけど、と柏木さんとかが若頭やってた頃の登場会の話なんですよ、はいはいはい、で主人公は銀次君っていう、銀次君、うん、オリジナルキャラクター、あ、オリジナルキャラクターなんだ、オリジナルキャラクター銀次君っていうんですけど、射程なんです、射程というかチンピラなんです、大したことないし、こうなる、今キドちゃんみたいな感じで言ったら、ちょっとあの、はいはいはい、フォーの時に、はいはい、チンピラっぽい自分で戦ってもそんなに強くない子が、でも桐生にものすごい憧れてるんです。おまあ、銀次君実は組からお金を盗んで逃げてるんですよ。1億円盗んで逃げてるんですけ ど, な, るほど。でなんでそんなこと銀次君やっちまったのかっていうのと、うん、今神室町ってのはこんなことになっちゃってて、うん、大変でっていう時に、それまでっていうか、まあ、なんだろう、その時点でいる龍が如くのキャラクター、うん、そこまでに出てきたやつとかで、まあ、3とかに出てくるキャラクターとかももう満載で、こんな事件があってこんなことになってて銀次君たちは何をしなきゃいけないんだろうっていうのがあって、まあユーザーの方ですよね、あなたに出会って、そのあなたと銀次君の旅が始まるわけ。なるほどなるほど、うん、そういう設定なのね、うん、でまあ桐生さんは果たして出てくるのかみたいなこうのが、桐生ってその時沖縄にいるはずなんでいないんですよ、はいはいはい、うん、ちょうどとかで過去を振り返るような話を、うん、なんかねちゃんと作っちゃった、ちゃんと作っちゃった、ちょっと意外だったんですけどなんかねもうちょっとね、なんかモバイルのゲームのシナリオって、そんなにシナリオって多いとあの携帯ゲームってあのないんですよ、ね、もっとポチ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 なんかライトな感じが多かったんですけど、まあプロデューサー菊池の方から龍が如くだから、まあ、やってくれる人たちもお話も期待してるから、うん、まあ、そこまでライトじゃなくて、うん、ちゃんとやったのでいいよって言われて、まあそれでもライトにしましょうかなんつって書いてたらね、もうなんかすごいボリュームの話になっちゃって、すげえ、なんかね龍1の半分ぐらいあるんじゃないかな、もっとあるかも、あ、マジで、すごいあるんですよ。まあそれ で今まで死んだキャラクターとかは出てこないんですけど、もうすでに死んじゃった錦とか島野とか出てこないんですけど、あのこれカードゲームなんで、まあ、カードになっては登場するけどね、そうそうそう、カードでは死んだキャラクターも使えますよ、助けてくれるね、武器みたいなアイテム代わりみたいな感じなんですけど、でまあ町のチンピラたちが立ちはだかる敵と戦って、まあ、話を進める、これぜひ龍が如くの特に2とか3やってる人は、うん、
かなり面白いと思う。ちょっとね多分モバイルだろって舐めてる人多かったと思うんだけど、今の話聞くと、ちょっと留学と不安だって。俺書き終わった時、まあ、年の瀬だったんですけど、夜の2時ぐらいに書き終わった時に、まあ席隣っていうか横が喫茶なんで、でやった時にやべえこれ過去最高傑作かもしれないって言ったらマジかよって嘘だろっつってモバイルだぞっつってなんだけど、いやちょっと横山雅史史上最強かもしれないって、いやまあ語れないんだけど、実は結構これ制限があって、あのなんだ好きなキャラクターをいろいろ作れないとか、その同時並行で開発と進めてたんで、なんかストーリーを作る上で制限が多かったんですよ。ちょっと今のねその熱い話をこれから1時間聞きたいなと思って、うん、そうですね、いやいやいやこのままね、いやいやいやもうこのまま横山さんの話がさずっと続いちゃうとさいい今日はマジマ特集第2弾なんだからね。だってねマジマ特集ってあれ宇垣特集なんだもん。じゃあそろそろ行きましょうか、うん、皆さんそうですね、それじゃあはい停車行って、帰ってきた神室町ラジオステーションスタートです。帰ってきた神室町ラジオステーション、改めまして黒田孝也です。改めまして宇垣秀太です。改めまして瀬川横山です。改めまして瀬川渡辺です。はい、今回は皆さんからたくさんいただいた投稿を紹介しながら、なぜ真島はこんなに人気があるのかを、ここにいる4人で分析してそれなりの答えを出してみたいと思います。棒読みではい、仕方ないので進めていきましょう、はい、では早速、はい、真島が好きな理由の投稿を紹介したいと思います。たくさん来てますからね、すごいね、ほんといっぱい来てくれてありがとうございます。でも早速ね紹介していきましょうかね、時間の許す限り。はいはい、福岡県カズマッコさん、マジマも好きですが私は宇垣さんの人柄が好きです。関係ねえし、何知ってんだ、何知ってんだ、何を知ってんだって話ですね。聞け聞けみんながラジオを聞いていますと人柄の良さが伝わってきます。これからも素敵なマジマ&宇垣さんでいてください、応援してます。ありがとうございます。カズマッコさんは絶対にまずあれだね、詐欺に引っかかるタイプだね。なんでだよ声だけで判断して、いやいやいやで名前がカズマッコさんなのにおかしいですよね。ねおかしいおかしい。いややっぱりね人柄が伝わるんだこの番組、ね、すごいな、すごいね、嬉しいですね。ちゃんとやっぱもうちょっと正しく宇垣さんの人柄伝えないとまずいですね。何か人柄がいや誤解してる人がいるみたいなので、今回でねよく分かったと思うよ、本当みんなが性格悪いっていうのは俺以外の3人が。これ全部だってヒデちゃんが人柄がよく映ってるとしたらこれ全部セリフですからね。そうですね、全部台本が僕の台本ですからね。ひどいな、テニオファとか全部僕気にしてますからね。どんだけナチュラルに俺セリフ喋るんだよはい、不愉快なんで次の投稿いきたいと思います。富山県白ぬこさん、皆さんこんばんは、まじま特集を応援するため投稿させていただきました。まじまが好きな理由ですが、そもそも今までろくにゲームをしたことがなかった私が龍が如くにハマったのは、真島の兄さんに一目惚れしたのがきっかけです。眼帯、ひげ、黒手袋、奇抜な入れ墨、ひょうひょうとした身のこなし、独特の喋り方など、外側の魅力もさることながら、ゲームをプレイしていくうちに兄さんの内面的魅力により強く引き込まれました。何よりも自分が気に入った相手とそうでない人に対する態度の違い、そしてシリアスからギャグまでガラッとキャラを変えるあのギャップがたまりません。兄さんの絶対的なカリスマ性に魅せられて心はいつも真島組です。最新作そしてこれからの兄さんの活躍に期待しています。いやすごいですね、すごいですね、これ熱烈ですね、熱烈ですよ、これ原稿用紙飛び出してますよこれ、ね、すごいですね、長文ですね、長文ですよこれ、ね、すごいな、嬉しいですね、大好きなんですね、これは一目惚れとか言ってんの、ね、まずじゃあ分析していきましょうか、はい、メガネ、ヒゲ、黒手袋、奇抜、これは今までほらこの番組でも来てくださった、はい、いろいろキャラクターデザインの方とかスタッフの力です、それ間違いないです。そして、内面的な魅力とかそういういろんな場面が出てきたのは、はい、今ここにいる横山さんが書いたからです。そうですね、はい、それでまあ声のねいろんなこう面白さもあれはまあヒデちゃんがちょっと関わ
わっていますが、あれも横山さんの策略です。それは先週のラジオで言ってましたね、前回。はい、じゃあ俺の感想はそこまで、まあ事実をただ伝えただけで。はい、それ何かありますか。俺クロちゃんこんな冷たいな。いやいやいいんだよ、そういう言い方するんだった。これで俺の人気また上がるかもしんねえんだからな。そもそもろくにゲームをしたことなかったっていうのに、まじまの兄さん見て一目惚れするっていうのはすごいですね、なんかね、衝撃だったんでしょうね、なんだこのキャラはみたいな。そう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 。いやまあでも本当はですよ、本当はその激烈なヒールっつうのは人気を取るんですよ。あ、まあね、確かに確かに。その何だろう、仁義なきの時のあの千葉真一さんがやってたあの大友っていう役とかはもうおっかなすぎて、あのあれがもう主役を食っちゃったみたいな、もうよくある話なんですね、うん、昔から、うん、で、まあ、真島もそんな感じなのかなと思うんですけど、うん、まあ後々この回で話していくんだと思うんですけど、うん、ちょっと意外なんですよね。意外だね、その人気の取り方が。そうだね、その一回こっきりのヒールっていう取り方じゃないんですよ。お、なんか顔まで好きだとか言い出してるでしょ、うん、何言ってんだろうみたいな。いやいやいや、なんか悪い方向に行って次行きたいと思いますね。埼玉県の高見さん、初めて投稿させていただきます。高見と申します、うん、私が真島の兄さんが好きな理由はたくさんありますが、一番はギャップが激しいからです。普段のお茶目な時からいきなり真剣になった時のギャップがとても好きです。3の闘技場で兄さんと戦う前あたりで、今までニヤニヤしていた兄さんがいきなり真剣な顔になった時、かっこよすぎて危うく壁に頭を打ちつけるところでした。かっこ悪い。好きな理由は他にも、思考や行動が普通の人の斜め前を行くところから、たまに5センチなところが可愛いからなど、いろいろあります。真島の兄さんが大好きです。そして声を担当している宇垣さんも大好きです。やはー高見さんありがとう。書いてあるんですよね、悔しいかな。悔しいとは言うなよ。え、いや本当にね、嬉しいですね、皆さん。でもギャップなのかな、何なんだろう。いや真島はそうなんだけど、俺は今考えてるのは、なんで宇垣さんの人気が上がるんだろうかっていうのが謎なんですよね。あ、そうだってね、いやいや何が、いいじゃない。だって中の人って、うん、ほらね、あんまり別にその人の声が好きだってのは分かるんですよ、ね、だけど、うん、それはこれラジオのおかげですよ。ああ、人から、そうそう、伝わったってことですか。そうですよ、真面目な不思議ですね、黒田さん、うん、いや今ごめんなさい、もう不愉快だからまた違うこと考えてます。今から帰り何食おうかなと。だってね、俺ねずっとね考えてたんだけど、宇垣さんでね、これまでのラジオ振り返っても、はい、結構どっちかっていうと、はい、S キャラなんですよ。知ってます、それ。あ、そうですよね、そう、意外とね。桐谷健太さんがここに、彼がね、来た時も、宇垣さんがいじめるような感じだったんですけど、そうそうそう。だけじゃなくて、東京ゲームショーの時も、なんか、うん、あの、森麻耶がね、ステージに上がった時覚えてます？覚えてます。あの時、本当は受けると思ってたんじゃないの？みたいな。余裕なんじゃないの？とか言って、嫌なこと聞いてるのは、宇垣さんなんですよ。確かに。俺全部覚えてますからね。ほら。だから、嫌なやつ度合いで言うと、宇垣さん俺大事だと思う。そうそうそう。絶対そう。確かにそうですよね。だから、ああやって、ほら、台本がないところっていうのは、そういうのがヒデちゃんが出てるわけです。知ってますよね。あれ台本ないから、ね、そう、そうそうそう、宇垣さんこんなこと聞くんだみたいなね、そう、意外だなと思って。結構やっぱり人間って人間のこと分かんないですね。いや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 、そんなことないです。皆さんの方が分かる、上っ面の意見だってことですよ。はい、じゃあ、 あの埼玉県の高見さんも気をつけてください。、はい、で続きまして、北海道狂犬マニアさんです。黒田さん、宇垣さん、渡辺さん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオを楽しく聞かせていただいています、はい、私が真島の兄さんを好きな理由はズバリあの容姿と人格です。だからこれはキャラクターデザインの方で、ね、数ある特定人物の中で一番男の色気があふれ出ていて、スタイルもよく、おしゃれなスーツもさりげなく着こなし、性格もクレイジーで凶暴な反面、男気があって正直もんが好きで、実はちゃんと登場会や桐生ちゃんのことも考えていてと、女なら惚れない理由がないくらい最高です。さらに、あ、ここ飛ばしましょう。ここを読んでください。読まなきゃダメですか。はいはい、さらに、宇垣さんの声と演技が真島の兄さんの魅力に拍車をかけていてもうたまりません。はい、これからも真島の兄さんと、はい、宇垣さんを愛し続けます。なんで一番読んでほしいと、もういい声で読んでくんないの、いつもの。普通に読みましたよ、ちゃんと。いや、普通じゃないよ。全然普通じゃないよ。すげえ普通の質問していいですか、宇垣さん。はいはいはい。
この役やるようになってから、うん、バレンタインのチョコとか事務所に届くようになりました。全然ないんだ。全然そろそろですからね、うん、あ、そろそろですよ。確かにそうですね。ちょっと去年の話を思い出したんですよ。去年宇垣さんがラジオお休みした回、山寺さんのゲストの回がありました。その時はあのチョコの話を黒田さんとしまして、してましたね、黒田さんはね、段ボール一箱届くんですって。いや、何箱か来ますね。何箱か、もう何箱来るんですって。その中にさ、宇垣さんのですとか入ってないの。間違えてないですね。ちょっと今年はもらえるといいですね。いやいや、こんだけ投稿来てたら来るでしょ。だって大好きだって書いてあるんだから。宇垣さんも好きだって書いてあるんだから。そんなこと言って一個も来なかったらどうすんだよ。だからそれちょっとさ、それ今楽しみで発表してもらいたいなと思って。事後報告ちょっとしてほしいですね。もう今日最終回です。どんだけ来たのかね、楽しみですねこれね。チョコの下りはいりません、うん、いやすごいな。いやいやな、だってチョコ嫌いだもん。いらないいらない。今の投稿、だからこの投稿をくれて本当に愛してる人は届けてくださいってことにします。まだ間に合いますから、ね、そう来なかったらこれ嘘ですよ。そうリップサービス。あと夜中にパソコン書いてて、なんとなく勢いで書いてた。夜中ってね、いろんなことをね。確かにね、ムラッとしますから。そうそう、ラブレターとかもなんか書いちゃったりとかって恐れたりしたじゃないですか。そう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 、はい、朝起きて公開するみたいな。行きたいと思います。千葉県の藤子さん、真島の兄さんを好きな理由ですが、もう理由なんて考えられないです。私の細胞が兄さんを求めている。人間として、そして異性として、龍が如くの中で一番男前であろう桐生よりも何十倍も何千倍も魅力を感じています。兄さんを好きじゃないファンはいないと思います。実は一番の人気者だと私は思っています。真島の兄さん最高。400字以内では語りきれないくらい大好きだ。いやすごい、熱いですね。熱いですね。すごいですね。細胞が求めてるってすごいですね。すごいですね。だから細胞が求めてるわけですから、はいはい、要は脳の判断じゃないわけですよ。ね、言うなれば。なんかまあ、要はだから勘違いですね、動物って。なんかさ、冷たい心理学者みたいな言い方するのやめてくんない、さっきから。そうですよ。キリュウよりも何十倍も何千倍もって書いてありますからね。そうね。うん。だからこの何十倍も何千倍もって、はいはい、わかりました。ちゃんと計算されてない。続いてはですね、真島の好きなシーンとセリフの投稿なんですけれども、はい、これは投稿が多かった順にトップ3を音声付きで紹介したいと思います。じゃあ行きますよ、はい、第3位から行ってみましょう、はい、第3位はこのシーンです。どうぞ。アホか、俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かせとるやないか。勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いやいや、そんなことはないっす。それならはよやらんかい。はい。親父、最後の2本です。お？面倒や。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うん、あ、はい。じゃあこのシーンについての投稿が来ています。やる気、ね、感情込めてちゃんと喋んなさいよ。やる気ないよ、やる気が。本当だ。ギャラ払いませんよ今日。埼玉県真田さん、はい、俺は龍が如く2でできてきた、真島のおやすさんの、爆弾解除シーンが好きです、はいはい、ぜひもう一度あのシーンのセリフを聞かせてください、はい、続きまして秋田県小町さん、好きなシーンはいろいろありますが、龍が如く2の爆弾処理のシーンが最高です、はい、緊迫した場面でのあのセリフを言える真島の兄さんの余裕と器の広さを感じました、はい、以上2通。いや、2通いっぱいあった中の2通なのね。あ、そうですよ。そうよ、俺全部読み上げたんじゃないですか。違う、ね、これ3位なんですね。そうなんですね。これは1位だと思ってたんだけど、ね、俺これ一番大好きだ。え、マジで、うん、あ、そう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 、宇垣さんこれ好きだって言ってますもんね。大好き、俺もこれが1位だと思ってます、そうですね。これ覚えてますか、この演出の時なんかもっとどちらにとかなんかっていうかね、これは揉めた。あ、揉めたんだ。段階でそれをよく覚えてる。ここまでやっていいかどうか、っていうのはあって、まあ結局真島だからいっかって話にしたんですけど、いや結構、ここは実はもしかしたらあとちょっとで亡くなってたシーンですね。あ、そうなんだ。だからいや、やっぱなんか、まあ最後にまとめで話しますけど、なんか作り手
のもんじゃないっすね。やっぱこういうキャラクターっつうのは、うんうん、作り手が意図とした方向じゃないところで流行るんで、うんうん、てか盛り上がるんで。なるほど。でやっぱトータルでどういう風にみんなが見るかっつうのは、うん、真面目にこうなんか投稿の理由もね、うん、今まあ黒田さんはあのいい加減に喋りましたけど、なるほどなってちょっとやっぱ思うんすよ。ではまあ普通のことを言ってるんですけど、余裕、うん、あのああいう緊迫したシーンで余裕があって器が広いと感じました。うんうん、まあそう見えるだろうなとは思ってるんですけど。うんうん、やっぱ演技とか多分絵面とかいろんなのが相まってそういう印象を与えるんだろうなと思って、まあなんか自信満々でだから作ったシーンではないんですよ実は。なるほど、うん、じゃあいい方向に、そうですね、転んだっていうことですね、うん、いいですね。じゃあ続いて第2位はこのシーンです。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけえん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃあ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。ああそうかよ。はい、じゃあ、このシーンに、うん、また投稿が来ていますので、はい、神奈川県マスピーさん、うん、僕の好きなシーンは龍が如く4で真島の兄さんが左目を失うシーンです、うん、龍が如く最大の謎である兄さんの左目のエピソードが分かっただけでなく、うん、若き日の今よりちょっとギラギラしたお兄さんの男の意地が見れて最高にかっこよかったです、うん、続きまして徳島県のひろしさん、龍が如く4伝説を継ぐもの第2部の4章で、お細かいですね、25年前に左目に土葬刺される時に言った、俺が頭下げられんのは自分の親父と自分が認めた男だけや、には感動しました。うん、これはね龍が如く4ですか、あれも最近のシーンですもんね。うん、前ねこれ龍が如くの2ぐらいの時だっけな、なんかあの取材があった時に名越さんと2人で取材をした時があって、はいはいはい、セガの本社であったあった来てましたね、うん、その時にふざけて名越さんがあのいや実は目 あるとかいうのを考えちゃったんだよねとか言ってシャレで言ってたのがあったね。だからどうなるんだろうと思ってたの。本当違う違う、もうこれ内緒なんだけど、うん、もう今はもうこれですよ、うん、あこの4であった話が本当なんだけど、うん、そうそうそう、こんなかっこいいことだったんだっていう考えたんだよねっつってたのは、うん、あの時だって僕書きましたもん、あの真島のサブシナリオ、あそうだったんだ、そう左目の秘密っていうサブシナリオがあって、ああサブストーリーが、うん、それをボツにしたんですよ。ああでそれが真島がコンタクトを変えてるって言われたで、ああ、まあ、なんか話の詳細はちょっとよくは覚えてないですけど、うん、あのルパンでいう次元みたいな感じ、あの次元ってあの帽子かぶってないと弾が合わないですよね、うん、へあの帽子のつばで、うん、あの照準を合わせてるんですよ。だから帽子がなくなると弾がマグナムが外れるっていう有名な話があるんですよ。あの五右衛門がこんにゃく切れないのと一緒なんですよ。あの暫定剣が暫定剣でこんにゃくを切れれないからこんにゃくの飛行機が飛んできてね、五右衛門ピンチっていうのと同じぐらいこう有名な話があって、それと同じようなことを考えてたんです。要するに遠近感がつかめなくなる、逆に、はい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 、遠近感があれで保たれてて真島はあの動きができるみたいなことを考えて、あとなんか目をなんか愛する女のためにその封印したっていうエピソードだったんですね、うん、ってのがあったんですけど、うん、それごとボツってるから、うん、そんなのはオフィシャルな設定じゃないわけですよ、はい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 、で今回、まあ、4でこんなの書いたんだけどっていう話で、まあ、だから要するにずっと僕らもなんでないのか決めてなかったんです。ただ単にやっぱ1作った時は眼帯してるっていう風に作っちゃったんですよ。でもこのシーンは結構思い入れあるんじゃないですか。そうでもない、そうでもないんですね。あそうでもないんだ、だからそうでもないって言うと、いやいけないかなって、そうでもない、いやいやいや、そうでもないことはないですよ。もっと思い入れを持って作ってください。前から言ってましたけど僕はあんまり思い入れのあるシーンがないんですって言ってるじゃないですか。客観視しすぎてて全部フラットなんですよ。ああ、そうだから、ま、真島に対してってわけじゃなくね、ないんですよ。でもね結構真島って勝手に一人歩きしてる感があるんだよな。そうだ、今日面白いできたので、うん、そして一番投稿が多かった第1位はですねこのシーンです。どうぞ。ケリュちゃんどこや。ここだ。おーよかった、てっきり引き殺してしもうたかと思ったわ。
ええから早乗れ。あ、はい、このシーンにも、投稿いただいております。北海道真島大好きっ子さんです。はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。真島スペシャルすごく楽しみにしています。ありがとうございます。いろいろ好きなシーンはあるんですが、僕は龍が如く3で桐生が一人で国会議事堂で SP と戦っている時、ピンチになってしまった桐生にタイミングよくトラックで真島が現れて桐生を探し、てっきり引き殺してしもうたかと思ったわと言いながらもすぐに助け出すシーンです。永遠のライバルだけれどもピンチになったら助けるいいシーンだったと思います。はい、続きまして千葉県の真島建設に入社希望さんです。おお、はいはい、就職なんですからね。真島の兄さんといえば龍3での桐生ちゃんを助けに、国会議事堂にトラックで突っ込んできたシーンで毎回笑ってしまいますって。あの時の兄さんはかなり焦っておられましたが、冗談ではなくマジで桐生ちゃんを引いたと思ったのでしょうかね、かっこ笑い。基本的にいい人ですよね、真島の兄さんって。続きまして大分県のテンパーの坊主さんです。僕が好きな真島のセリフは、国会議事堂で敵に囲まれた時桐生を助けるためにトラックで突っ込み、桐生ちゃんどこや、引き殺してしもうたかと思うたわです。僕はこのセリフから真島のクレイジーさと桐生への愛を感じましたねと。意外ですよね、このシーンが1位っていうのが。これ1位なんだね。一番投稿が多かったんですよね、このシーンの。いや、まあでも投稿読んでても思うんすけど、真島の兄さんっていい人ですよねとか、意外となんか桐生のこと愛してるんですよねみたいなやつ多いじゃないですか。多いね。僕の中のベストシーンじゃないけど一番やっぱ印象にあるのはワン の, あの部下ぶん殴ってるところなんですよ。うん、あ、登場、あ、最初のね、最初の登場もそうだし、あの母さんとこもそうだし、うん、次 の, あのバッティングセンター、うん、で、あの笑いや笑いどころじゃないけって言って怒ってるとこあるじゃないですか、はい、あそこなんですよね、やっぱ真島って。で、あれがあるから全部こういう今回この投稿いただいたシーンがあるんだと思うんですよ。うん、あれがないとただの変な人じゃないですか。しかもただのいい人じゃないですか、うん、逆に言えば、はいはいはい、だけどあれがあるから、うん、あの全部逆のことをした時にインパクトに残るんですよ。うん、まあだからあれはまあね、そういうなんだろう、伏線じゃないけど布石になってるんだと思うんですけど、みんなあそこを見てないと3だけ見てもなんだこの人みたいな。うん、しかもなんか桐生にもなんかいい人だから結構、確かにね、だから途中から3とかね、4からやった人は、うん、そんなに悪い人だと思ってないかもしれないね。ワンの経緯を知らないとね。ワンやってるとね、やっぱりインパクトが。だから多分この投稿をくれた人たち、方々ってみんなワンをやってくれてる方なんじゃないかなと思うんですね。うん、そうね。うん、確かに。逆に、うん。そうじゃないと、このシーンがいいって、やっぱなかなか言えないんじゃないかなと思って。逆にだから、ありがたいなと思って。そうですね。今、思いました。なんか、その、絶対やってますよ、ワンから。確かに。うん、なるほど。なんかあります、皆さんベストシーン真島の。うーん、宇垣さん演じてってどうですか、ね、いや僕はあのどちらバカロワ君、あれは楽しかったね、すごく、あの3枚目的なことが大好きだから、はいはいはい、だから俺はそれで言ってたんだけど、でもこの今聞いてた中で俺はこの 2位のあの龍が如く4の左目を失うシーン、はいはい、ここはやっぱりかっこいいかなと。あ、なんか一応25年前の設定じゃないですか、あのシーンって、うん、はいはいはい、ちょっと変えてたんですか、あの今の真島とそのシーンの真島のセリフと言い方とかって。変えたんですよね、あの時ね、うんうんうん、気持ち、うん、まあ、気持ちの入れ方なんで聞いてる人は違った。でも若いですもんね。でもかといってあんまり変に若くしちゃうのも、まあ見た目もそんなに若くないしね、二十歳なんですけどね、あれ二十歳でこの見た目かみたいな感じなんだけど、西島も真島も両目がある兄さんっていうのはすごい俺は違和感が4の時にあって、剣山で見てんすよみんな。ああ、そうかそうかそうか、そう剣山ので、あの獅子戸梅剣じゃないけど、最初真島五郎八って出てくるじゃないですか。で彼が生き別れ、桐生と関ヶ原の後を別れてから獅子戸梅剣になって眼帯するんですよ。なんですけど真島五郎八の時に眼帯してなかったんですけど、あんまね、なんか、違和感、うん、まあ、そう言われてみりゃ ね, 確かにね、なかったんですね。だけど、なんか、フォーだと違和感があって。そうそうそう。なんか、なんだろうね。なんだろうねっていう、これはっていう、この違和感は、みたいな。まあ、黒田さん、ずっと黙ってますけど、ないと思いますけど、まあ、もし、真島のちょっといいシーンが俺これだなっていうのがもしあったらちょっと発表してもらいたいんですけどね。ないと思いますけど、ね、ちょっと、まあ、ないんですけど、絞り出して絞り出して考えるんだったらどれにしようかなですね。やっぱりそうですか。やっぱりあそこは好きですね。ああ、なるほどね。
僕は結構あのね、桃源郷の。ああ、女の子の逃がすとこでしょ、正直もう。あそこも好きよ。僕あのシーン結構好きで、真島らしさが出てるな。うん、で、それ言った、あの、後に言ったキリのセリフも好きだったんですけど、一連であのシーン結構好きです、ね。ああ、わかんない人だなってやつ。そう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 。うん、ここまでは、皆さんからの投稿をもとにいろいろな真島の魅力を紹介してきましたけれども、横山さんは当初真島がここまでの人気キャラクターに成長すると思ってました？自信はないかあったあるかで言えばあったんですよ。そのいや人気っていうんじゃなくて、絶対龍が如く1って、まず別に続編作ると思ってないですから。まあそうだよね、確かに。そうそうだからその1の時にそのこのキャラクターが絶対みんなの印象に残るっていうのは分かって、はいはい、だからすげえ前に話したかもしれないですけど、龍が如く1の最初に真島とあのセレナの入るとこで桐生が会うじゃないですか、あれも10年前なの、あれ何年前かの話ですよね、桐生が捕まる前ですから。そうそうそう、捕まる前、ね、そうそうそう、に真島の兄さんに会うんですよね、道端で。でその時傘の絵であの部下を殺すんなる真島さんを止めるみたいなところがあるんですけど、あれって一番最後に達したんですよ。ああ、そうなんだ。このキャラが怖いしインパクトがあるから、こういう極道の世界というか厳しい世界の怖さっていうのはこういうとこにあるみたいなやつを象徴するために、あの後で足したんですよ、第一章に。あのシーンなかったんです、本当は。はい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 、だからぐらい真島っていうのが作ってる段階でもう人気っていうか、そのみんななんかこいつ変だよねっつってこう輝いて見えてるのはみんな分かってたんで、その人気が出るとは思ってたんですけど、ここまでね、なんかね、みんなこだわるキャラになるとは思わなかった、正直。2を作る段階で、例えば龍が如く1から2を作る段階で、じゃあ桐生は出る、で伊達は出る、決まってますよね。真島は決まってないでしょ、正直なところ言うと。だってあのままね、敵対したまま死んでもいいわけですから。確かにそうですね。で誰を出そうかみたいな話になった時に、やっぱり雄也と和樹と真島ってのが最初にやっぱ出てきた。で1って結構出し惜しみなしで殺しちゃってるし、キャラも殺してますね、死んでるからね。シンジもいねえわ、あのレーナもいないし、いないし、ユミもいねえわ、神宮もいねえみたいな、おやすさんもいねえ、おやすさんもいないじゃないですか。こら困ったって話になりますよね、時に真島はやっぱ出そう、で雄也も出そう、和樹も出そうと、まあ、なっていったんですけど、そういうなんか毎回そういう話ってするんですよ、はいはいはい、で剣山の時が特にあれでスピンオフですから、そうですよね、そうだよね。だからもう本当桐生以外誰連れてくるって話になるじゃないですか、次もう真島は必須だって話にもうその時点でなってましたから、だから2での爆発的に人気がすごかったんですよね、2が。なるほどね。黒さんあれですよ、どちらにしようかなを削除すれば、真島はそんな人気なかったかも。確かに。確かにじゃない。確かに、あのシーンで。黒田高也と、あの横山正義のカムロ町ラジオステーションだったかもしれない。そうですね。じゃあ今からもう一度すり直すゲーム系は、でもそこのシーンをカットして。なんでわざわざすり直すんでカットして。では皆さんが思う真島の魅力というか、ここまで人気が出た理由は、一体何だったと思うかっていうのをちょっとまとめていきたいなと、ね、キャラクター性がまずありますね。すごいですね。で声優宇垣秀成の魅力も当然ありますよね。あります、あります。もうあのちょっと思って言ってくれてます。もう、まあ、僕はあんまり思ってなかったんですけど、投稿が多かったんでもうそうなんだろうなっていう。セガの人間だろ。すいません、ちょっと言い過ぎました、すいません。やっぱギャップなのかな、ね、よくギャップ萌えって言いますから ね、女の子でもね、なんかグラスあのちょっとチャラチャラしてる子は意外に料理うまかったりするとおってなるじゃないですか。それはきますね、やっぱギャップなのかなって気はしますけどね、なんとなく、ね、あのね、乱暴な言い方しますけど、運なんですよ。僕はゲーム10もう1年ですか12年、まあ、作ってきて思うんですけど、まあいろんなゲーム作りましたよ、龍が如く以外にも、なんですけど、まあキャラクターのゲームも作りましたし、それ以外も作りましたけど、売れるか売れねえかは全部運なんですよ。でその運の角度その正確さを上げるためにプロモーションとかマーケティングとかいろんなことをやるんです、やるんですけど全部後付けなんです、売れた要因って。だからこのギャップがいいとか、何がいい声優、まあ宇垣さんの声とか、そのもちろんその例えばじゃあ分析しようってなると、そういうのが全部要素として上がってくるんですけど、分かんないですよ。じゃあ同じこと次やってみた、だからそのすでに成功してる事例に従って次に同じことをやってみるっていうのが、まあいわゆるビジネスじゃないですか、はい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 、でやってみるじゃないですか、全く売れないですよ。確かにそうですね。っていうことなんです。でこれどういうことかっていうと運なんです。で
大事なのは運で一回こうなんだ成功したらそれをちゃんと発展させることが大事なんですよ。だから1は運なんですよ、はいはいはい、で2、3、健算4って今回のオブジェンドは全部それを成長させるために僕らが頑張っ て、それは誰でもできるっていうか、頭を使えばできるんですけど、もう最初の1ってのは本当に運なんですね。だからなんかもしかしたら桐生だって人気出なかったのかもしれない、で、ま、真島も人気出なかったのかもしれない、当然こっちは人気を出そうと思っていろいろ分析して作ってるんですけど、それが当たるかどうかっつうのは、まあ、今回の投稿を見ても思いますけど、あの好きなシーンの、はいはい、意図としてないとこで来ますから、だからこの人気をどこまで維持できるかですね、僕らの次のチャレンジは。桐生一馬は多分ずっと維持できるんですよ、真ん中にいる人なんで、はいはいはい、だけど真島とかはいつ人気が凋落してもおかしくないんですよ、ちょっと気を抜くと、だから今まあ上り調子で来てますから、気抜いてないですよ僕だって。気抜いてないですか。気抜いてないですよ。宇垣さんここでちょっと気抜いたらもうやばいですよ。気抜いてるのはね、このラジオはずっとあれですよ、クロちゃんです。俺の特集でねもうずっと気抜いてます。基本的に喋るの少ないですからね、今日ね。じゃあ最後まとめましょうか。やっぱりこのみんな真島はすごい男の中の男だどうのこうのっていろんなこうね、なんだかんだ言いながら桐生を助けに来るとか、それで優しいところがあるとか色気があるとか外見がいいとかってさっき山ほどこうね、メールがありましたよね。ですけどその後横山さんがおっしゃってましたね、やっぱりその一番最初のシーン、やっぱりこう自分の射程にこう傘でこうあれ桐生が止めてなければそうですね、やってましたね、殺してたかもしれない、ね、バッティングセンターでもそう、ちょっと自分のドジなだけ、それを、ね、大した理由もなく、ね、バットでボコボコにするしますね、ね、だからよくいろんな連続殺人犯とかでも近所の人に聞いたり親に聞くと、いや妹には優しかったんですとか、挨拶はちゃんとしてましたみたいな、そうそう挨拶ちゃんとしてましたとか、あの犬には優しかったんですとかっていろいろありますよね。ありますね。じゃあね、そう犬に優しかったから連続殺人犯のそいつがいいやつかっていうこととか、いろいろちゃんと皆さん冷静に考えていただきたいと。だからそういうのを、こんな感じでまとめはいいですか。でもね、しょうがないですよ、でもそれは。だって僕は、龍が如くに出てる奴らは、全員不幸になるべきだと思ってます。あ、そう、あ、そうなんだ。常に言ってるじゃないから、真剣に。いや、桐生もそうなんですよ、うん。幸せになる権利のない人たちなんですよ。うん、真島さんも、桐生さんも。だ最後は全員不幸になりますよ。うん、だって、今いいからっつったって、過去にやってることは、なくならないんですから。確かにね。だからもうそんなもうみんな不幸にならなきゃ、ね。幸せになっちゃダメなわけですよ。黒さんいいこと言いましたね。ね、でも桐生もなんですよ。それは。だから一蓮托生ですかね、そこね。みんな同じですよ。自分に帰ってきてしまいますね。あ、でも罪滅ぼしはできますからね、養護施設のお世話とか、そういろいろね、食材は。よし、じゃあ俺も養護施設をね、うん、これから作ろうと。そう、北海道に作ろうと、真島は。まあそんなことでしたけども、前回から2回にわたりお送りしました、うん、真島特集でした。こんなんでよかったのか。帰ってきたカムロ町レディオステーション。龍が如くプレゼンツ、帰ってきた神室町レディオステーション、そろそろお別れの時間になってしまいました。2回にわたりお送りした真島特集でした。もう嬉しかったですね。いやすごかったですね、投稿が。いやいや、本当に本当に来るとは思ってなかったんで、本当すごかったんですよ。今日紹介できなかった分でもかなりの量が投稿来てまして、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。黒田さんはすごい不愉快な顔をしてましたけども、桐生に対する投稿も待ってますからね、お願いします。もう黒田さんの機嫌がちょっと悪くなっちゃって。考えてみたら、そういえば桐生一馬特集一度もやってないですね。そういえばね、ああ、そう言われてみたらそうですね。そうですよ、今回ほら悪い投稿ばっか来るからじゃん。今回ねオブジェエンドでやっと主人公になるっていうことで、真島の特集は今回しかできないかなっていう思ってやっちゃいましたけど。そうですね、勢いで今回しかできないかなって、なんかますます俺がどんどんいなくなるみたいなさ、そうそうそう、方向に持ってってるじゃない。まあ、ちょっとオープニングで、リュウモバの話をちょっと横山さんが長々としてしまったんで、紹介できなかったんですけども、実はですね、龍が如くのカラオケが、実はカラオケ屋さんで歌えるようになりました。お、実際のカラオケショップ、カラオケ館さんとか、カラオケ館、はい、で行くとですね、龍が如くでカラオケの楽曲、桐生の
カムロ雪月花とか、マシンガンキスとか、うん、はるかちゃんのキットチェンジマイセルフとか、うん、乙女色マイライフとかですね、うん、4曲、うん、今歌えますんで、おしかもですね、本人動画って言って、ゲーム内の映像がモニターに流れて、はいはい、キリュウが歌ってる、はいはいはい、映像が流れながら、マシンガンキスとか歌えますんで、ぜひぜひ皆さん行って歌ってみてほしいなと思います、うん、ね、一応ですね、うん、本人動画の配信がマシンガンキスと、うん、乙女色マイライフだけが3月1日から3月1日、はい、その他2曲、カムロ雪月花とキットチェンジマイセルフの方は、うん、もう本人動画付きで、うん、今から歌えますので、ぜひ歌ってなりきって、キリュウになりきったり、ハルカになりきったりして、ね、もらえればな、歌ってもらいたいです ね、 ね、はい、わかりました。今後も龍が如くオブジエンドの開発スタッフや出演者をゲストに迎えて番組をお送りしていく予定です。皆さんからの投稿も大募集しています。番組に対するご意見ご感想、開発スタッフへの質問など、どんなことでも構いません。どしどし投稿してください。次回の更新は2月25日金曜日の予定です。それではまた次回、帰ってきたカムロ町レディオステーションでお会いしましょう。わしの特集ができたもみんなのおかげやで。これからもマジマゴロを応援してな。ほんとありがとさー。